皆さん、スザンナのチャンネルへようこそ。明けましておめでとうございます。2022年1月1日になりましたね。今、私はまだクリスマスも来ていない時期に今こうやって撮影させていただいているんですけれども、2021年は2020年の後半ぐらいから日本語の動画をサブチャンネルをメインに上げさせていただいてたんですけれども、メインチャンネル英語をオンリーにしてやってたんですけど、2022年から日本語の動画もメインチャンネルで上げていく方針となりましたので、こちらの動画にてご案内させていただきます。で、いろいろ理由があってそのようにさせていただいてたんですけれども、やはりメインチャンネルの方が皆さんからの認知度も高く、メインチャンネルの方で日本語の動画を惜しむ声も多々いただきましたので、やっぱり今までのね思い出も考えますと、すごくこのチャンネルには思い入れもありまして、私にとってとても大切なチャンネルですので、メインチャンネルで日本語の動画ばかり上げてるのもうちょっと気が引けてることもありましたし、やっぱりメインチャンネルでやりたいという気持ちもありましたので、今後はメインチャンネルの方で編み物の日本動画を上げていくことにいたします。で、サブチャンネルの方はどうしようかなと思ってるんですけど、結構私スザンナズホビーズっていうチャンネル名にもなってる通り、何でもその趣味といいますか手作り全般が好きなんですよね。で、何かを消耗し切ることが好き、なんていうのかな、こう捨てる前のものを何かにもう一度生まれ変わらせるっていうのが好きで、でそれで割とこうスクラップジャーナルとかそういうものも好きなので、裁縫とかも最初に編み物より先に覚えたのが裁縫っていうこともあったので、なんていうんですかね、裁縫とか手作り関係はとか、日々の日記とかはサブチャンネルでもいいのかなと思っております。編み物に関するちょっとしたこととかは今後もメインチャンネルで編み物動画以外にも上げていくとは思うんですけれども、そういう感じでしばらくちょっとすでに設定してしまってて、サブチャンネルの方で編み物動画に関係するものが上がることはまだ1月中はあるとは思うんですけど、よろしければサブチャンネル、メインチャンネル両方ご登録いただけますと大変ありがたく思います。で、今後は日本語もメインチャンネルでしていきたいということが、主なお知らせとなります。ということで、皆さん本年も1年どうぞよろしくお願いいたします。短い動画となりますけれども、ご挨拶とさせていただきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching and see you next time. Bye bye.